川田町姉妹のおしゃべりワイドショー。皆さんこんにちは、小柳美恵です。平野さなえです。今日私たちがいるこのテラスなんですけれども、うん、外苑前にあるレストラン東郷というお店なんです ね、うん、ね、 ね、なんかすごい外でテラスで気持ちがいいね。そして今日は私たちの大先輩、そして今も元気で活躍されています、はい、庄司のり子さんにご出演いただきます。ありがとうございます。よろしくお願いします。そして、まあ、川田町姉妹、はい、タイトルいいわよ。そうですか、まあ、うん、私すごいね、嬉しいの。あ、そうですか。川田町ってタイトルがね、うん、すごいなんかその頃思い出すし、はい、お台場姉妹っていうのも考えたんだけど、うん、やっぱり川田町姉妹でしょ。あの、今日は川田町三姉妹ということでよろしくお願いいたしますしませんおばばと二人。いや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 、庄司さん、私たちも高齢者なん。それでおかわりのない庄司さん、今回は米寿をお迎えになられたということで、2人からちょっとささやかなんですが、気持ちだけ、気持ちだけプレゼントです。いやいや、嬉しい。おめでとうございます。おめでとうございます。庄司のり子さんは今年88歳、米寿を迎えられました。メディアとの関わりは大学卒業後に入社した日本放送のアナウンサーとしてでした。その後、事件芸能リポーターとしてテレビに登場。現場の庄司ですのスタートです。森光子さんのよく取材できたわねの一言がリポーター人生の励みになったそうです。こうやって話してると長いわね。本当ですね。でもワイドショー全盛期ってだけ、うん、そうですね、うん、本当になんか私たちがやっててワイドショーもう朝からすごい数字取ったのよ。そうですよね。私なんかノートにあの視聴率の紙貼ったの、はい、あ、そう。でそれ結構見るとね、庄司さんのあのノートすごいですよね。そう、主催のだいたいね 8% の人ね。あ、そうですね。庄司さんはドラマなんかずっと撮ってたんですね。そうですよね。今じゃ考えられない数字ですもんね、合コン時代だってみんなが朝はワイドショー見てくれた時代なんですよね。庄司さんはもう今も見てます、うん、見てます。じゃあいろいろ思うところも思うところあるわよ、面白くないもんなんかね、うん、面白くないって言ったら申し訳ないんですけど、なんかね、あの、興奮しないっていうかね、こう引きつけられないな、どこのチャンネルひねっても同じじゃないんですか、うん、昔はこう曲ごとになんか個性があった気がするんですけど、それで競争したんですもん ね、8時台は何やるのかね、そう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 、一生懸命考えて敵がやらないものをやったり、そうだからラテダンを見て、うん、どこが面白いものをやってるかって、あれでももうみんな神経進んでましたからね、あとはね、やっぱり今はね、現場に行かなくなったら、あの当時と一番違うのは現場の庄司ですよ。そうですよねやっぱりね、そう、うん、現場よね、うん、やっぱり現場に立ってるっていうことが、うん、その後ろがね、あの風景だけでもいいんだよね、うん、そうなんかね、出彩感がね、臨場感がね、違いますね、うん、でもやっぱり庄司さんは今でも現場に行きたいってそう思うんです ね、うん、そうだね、もうね、骨折したり転んだりね、いろいろそこまで現場まで行けるかどうかわかんないですけど、なんとなく行ってみたい。メモで膨らんだ取材ノートは庄司さんの宝物です。リポーターの第一人者として時代の節目に立ち会い、数々の現場を伝え続けてきました。60歳の時にフジテレビを辞めた後も講演活動や多くの著書も出されています。朝はワイドショーもいわゆる各局全部こうカチャ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 って言わないか、今は今はねピッ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 チャンネル変えて、うん、全部こうチェックするような形ですか、やっぱりね、うん、きっと見ないじゃね、うん、スルーしちゃうでしょ、うんうん、だいたいね、うん、今もうね韓国ドラマにハマっちゃってる。私もそうなんです、毎日大変なのそれが、そう
ね、iPad で見てるのね。ちょっと見てるんですか。スクリーンタイムって出るね、はい、何時間撮る、うん、すごい時間、7時間うわやっぱり暇なんだよね。へぇ、ハマる。でもね、ハマっちゃった。ハマっちゃった。人生が一体こう、最後とかに向かってたじゃん。その時に、やっぱりなんか新しいものをゲットできたってことは幸せよ。だって毎日ぼーっとしてるってことでしょ。でも私ね、庄司さんにね、聞きたいなって思ってたのは、その、私たち、本当去年から YouTube じゃないですか。それなのに、もうあれって気がついたら Twitter やってらっしゃるし、あれって気がついたら YouTube やってらっしゃるし、どうしてそういうところにそのパッて迎えるのか。しかも早い。いや、そんなことないのよ。なんかきっかけがあるんですか？それとも自分でやりたいって思うんですか？思う。だからもう今ね、もう申し訳ないんだけど CD とか聞かないでしょ、ね、アレクサ、セブンティーンかけてるのそういう人じゃん。いやだー。え、庄司さん、アレクサって言ってるの、うん、いやー、本当にセブンティーンよ、知らないでしょ、うん、いや13人の K-POP グループなんですよ、はいはいはい、かっこいいのよ、そしたらね、若い人にね、セブンティーンが好きなのって言ったら、そうしたらセブチっていうのよって言ったら、そっか、縮めて。どうしてそんなに、なんかいろんなこの若い人たちがやってることに興味があって、それで そこをもうそのなんかクリアしちゃうじゃない、うん、だってツイッターだって怖くてできないですもん、私なんか、なんか誰かとどうつながってるのかもよくわからないし、どういう反応があるのかって。時々、今のところちょっとね、休んだりしてんの、はい、だけど、ちょっとね、気になることがあると、つぶやいて。いや、私結構あの庄司さんの今日は何々ムーンですよっていう、今日の月を見てみなさいっていう、なんとか座でそうなんだ、私のよく空見てるんですよ。今まであんまり上を見たことがなかったからね、取材でも大体気を買うようにと思った。そうですよね。どうしてそんなに若々しいのって。若々しくないの。なんか秘訣みたいなのも今日教えてもらう。ひょろひょろひょろしながら、いやいやいや、そうしたら転ぶでしょ、治るんだよね。あと去年結構小説が、ね、あ、ここ右、あら、右肩、右肩リハビリ、若い男のリやっぱり、なるほど、楽しみ方が若い男の子だった、リタッさんはいくつのやつ、20いくつみんなしなかったからね、うん、マスクしてるから、みんなかっこよく見えない、まあお孫さんみたいな年齢ですかね。本当ね。そしたらもうここね、ここでもついたし、庄司さんもリハビリいいんじゃないですかって言って院長に言われたの。まだまだやりたい。若い子に会いに来たいから。そういう楽しみがあるから頑張れるんですね。普段でも若い友達は庄司さんたくさんいらっしゃるでしょ。まあね、ね、まあ、ロックの話は若いから、私ね、ここで告白するんだけど、難聴なのよ。あら、お、で今はちょっとね、補聴器してるの。で、これね、あの、年取ったから難聴になったんじゃなくて、私あの、ロックのね、ライブをね、コンサートでしょ？コンサート会場でしょ？スピーカーのガンガンを変えて、難聴です。あら、そうなんですか。みんなにね、難聴なんですけど、うん、ロックを聴きすぎたから。私ね、そのガンガンの音がね、若い頃ならまだあれかもしれないけど、だん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 年だから合わなくなってきてるみたいな。そんなことない。そんなことない。難聴だってね。ハードロックの方がいいもん。ちょっと改めて伺いますが、うん、ハードロックが好きになったのは何歳からだったんですか。多分ね、50過ぎた。そうだったんですか。それは取材で。そう、はい、X に出会う、X ジャパンね、それでおはようなしで取り上げてくれたのよ。はい、やりましたよね。そうそうそう、覚えてます。びっくりした。もうどの PD も、うん、奥さんはね、ロックは聞かないって言われたの。ワイドショーはみんな奥さんが見てる、はい、うん、奥さんはロックは行かないって言われた、うん、したら庄司さんはそんなにやりたいんだったらやってみればって言って、本当だったらその人はいなかったら、うん、多分
取材できなかった。でもどんどんやってる。それからね、どんどん若い子たちが手紙もらって来たりなんかして、興味のあるものには何でもトライしてみようっていう、その気持ちがずっともう衰えないんですね。ちょっと、ね、庄司さん、これからまだやりたいことって。やりたいこと、ね、うん、本当ね、やりたいこと。まあ、ラジオはちょっと細々と続けてるんですけど、ね、今はじゃあ庄司さん、お仕事としてはラジオをラジオだけ、うん、あ、そうなんですね。自分がやってきたことが少しずつはやったんですけど、うんうんうん、過去の経験、はい、喋れる、現場の庄司です。の庄司のりこです。お元気ですか。斉藤康弘アンコウです。寒い思い出なんていっぱいありますよ。北海道の事件取材に行って立ちレポだから、大変雪降ってんだよね、うん、あのね、ディレクターがさ、もうちょっと降ってからしましょうよっていうのよ、はい、つまり絵的にね、インパクトがあるじゃない、降ってるもん、もう寒いからさ、早くレポートしましょうよって言ってるのに、もうちょっともうちょっとって言ったら、すごいホワイトアウトみたいなしさ、ブワーって、ほれ見なさい、こいつは全然映らないじゃない。ヒラメも二人とも変わんないわね。いや、そんなことない、知らないのね。もうやめてください。でももう、それは、それは私も本当にね、私、庄司さん全然ないじゃないですか。庄司さんね、昔あの健康法みたいなことを、うん、それこそあの川田町のデスクで喋ってたことがあって、で庄司さんはとにかくね、私は病院に行かないのよ、あ、そう、行くと病気になるからって言って、うん、絶対にその病院に行かないっていうのが一つあって、うん、でそれからいろいろね、耳のね、あのこのツボ、ここを押すとか、なんかサプリもね、結構飲んでる、これがいい、あれがいいって、うん、やっちゃったよね。ね、で今もそれはなんかやってるんですか。病院は行かない。今も、うん、え、今も行ったから、うん、あの基本的に悪いとこない、うん、もう7年くらい検査ってやらない。いや、健康診断って無料でできてるのに、髪行かないの。うわ、え、行かないんですか。これがね、多分ね、減っていいのかな。いいんだと思う。行かなきゃいけない状態なのに行かないんじゃないんですよね。うん、行かなくていい状態だっていう。行かなきゃいけないなってあんまり思わないのと、ちょっとお腹今日痛いな、次の日治る。結局ね、私4人姉妹で末っ子なんだよ。やっぱずーっとね、アバウトなの。つまりね、わかります。なんかね、本当にね、突き詰めないっていうか、性格、チャランポランって言えばチャランポランなんだけど、苦しまない、うんうん、でも庄司さんはそういう意味では、うん、あのご主人のね、エピソードも前聞いたことがあるんだけども、すごくその相手を操縦するのが上手ですよね。アバウトだからっていうこともこうつながってるのかもしれないと思って、ご主人にものすごくこう立てて、ご主人を立てて、下だからね、うん、男の人ってさ、三つも下だと、はい、なんかね、どっかで呼ばれたいっていうこともあるかもしれない。現場の第一線に立ちながら家庭を大切にしてきた庄司さんです。60年余り連れ添った夫の誠さんは4年前に亡くなられました。この本は誠さんによく書けているねと褒められたそうです。すごく仕事でお忙しい時にも、うん、ご主人も、まあ美味しいわ、パパじゃないとこんな味は出ないわとか言って、すっごい私も作ってもらったって。取材だから、うん、夜遅くなってるし、朝早いでしょ、だからパパ上手よね。うわ、仕事やめろって言われるといけないから、うん、こんな感じで疲れたとか言われなかったのよ。ああ、だってすごい、今日ほんと疲れちゃったなんて言うと、やめればって言われる、やめればって言われたらおしまいだから、はいはい、正直さ、ほら、大体事件だったじゃないですか。事件だと徹夜でオンエアなんてしょっちゅうあったでしょ。で、私たちぐらいの年代の時にあの仕事をしてたんだと思うと、今私いやいやいや、すごく疲れちゃうし、徹夜なんてもう今できないですもん。勢いでやったらね、いやでもね、好きだったのよ。そうですね、どっかに取材に行くこと自体が、い
や今日は本当に参考になるお話をたくさんありがとうございました。ありがとうございました。また次回ぜひお願いします。皆さん、チャンネル登録と高評価、コメントもよろしくお願いいたします。